倉本さん、今日はどうもありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。なんか、あの、多分ですけども、いろんな。なんか、私の友達の高橋大輔くんは。昨日から倉本さん、三連チャンで追っかけですって、なんかフェイスブックに書いてた。あそうなんですよ。ありがたいことにですね。あの。追っかけていただくと、あの、三日連続違うことを喋らなきゃいけないっていう。<laughs> <laughs> 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 あの、あっちこっちからお座敷がかかっている中で、あの、我がシアターセブンを選んでいただいて、どうもありがとうございます。あいえいえ、そんなそんな、本当にこういう機会いただいて、ありがとうございます。それでは、あの、ええー、と、菅野君、あの倉本さんの本、もう一回ちょっと出してもらっていいですか。はい。これ、あの、僕の方から、今日の視聴者にお願いなんですけども。さっき、あの菅野支配人の方から、あの質問の仕方っていうのが入ってたと思うんで、何かメッセージを送ることはできるのでね。 この倉本さんの方もうすでに読んでるか読んでないかをですね、よかったらこれ、倉本さんのお話を聞いてる途中、まだすぐに質問が思い浮かばないときに、まずこれを読んだか読んでないかだけでも、あのお答えいただけたら、すごくあ,のありがたいです。あのそれ一つよろしくお願いします。あ画面消してください。倉本さん、これ、あのいく,らいくらすりました、初版。えっとね、1万ですかね。お 今、あの新書で1万ってなかなかの数字ですよ。あそうですかあの。昔はね、岩波新書で1万5千昔はもう80年代、90年代、岩波新書で1万5千0 0主新書でも8千から9千やったんですよ。はいだから1万っていうのは、これ、あのくまが売れると呼んだんでしょうね。いえいえいえ、なんか、あのーね、いろんな人に喧嘩売ってるようなタイトルなんですけど。<laughs> あのー <laughs> 意外と、なんか、あの毎日新聞とかですね、読売新聞とかに、あの結構ちゃんとした学者の方と一緒に、こんなマイルドヤンキーをね、並,んで並べていただいてですね、<laughs> あの割と読んでいただいてて、嬉しいです。<laughs> あの、新書で出したのが正解やったですよね。単行本だと、やっぱり読者がかなり限定的になるけど、新書やったら気軽に買ってくれる人もいるもんね。そうですね。ただ、結構分厚いので、の枕になるぐらい。実は、ね、<laughs> これ、実はこれ、私があの、 2000年に出した、20年前に出した岩波新書の住民投票なんですけど、分厚さはこれだけなんですよ。はい <laughs> わずかあの200ページ。あの、でも当時の岩波新書は大体このボリュームだったんですよ、200ページ。うん、それで20年前の価格は740円プラスで、ね、お<ー>ところが倉松さん、これ、ページあります <laughs> はい <laughs> 倍ですよね。それで、で値段が円で はい、20年間の物価上昇を考えたら、これかなり、かなり、廉価ですよねこれそうですね、やっぱ新書っていいですよね、そういう点で、手に取りやすくて。あの編集部の方にいろんなあの読者からの感想とかも届いてますかそうですねあの、感想もそうだし、割とそと同業者というかこう、マスコミ関係の方からのいろんな声が届いていて、面白いです、うん、ただあのあれですね。ね読売毎日あのもちろん えーっと産経とかですねの方々からは声をかけていただくんですけど、朝日からだけはないです。なんで？<laughs> あの今井さんの仲良しのあの石川さん。<laughs> はい、智也くん。はい、石川さんだけ。え、なんで？朝日のいろんな方にあの高橋純子さん含めてですね、いろんな方にお,ああお送りしてるんですけど、あの全く反応がないですね。それは僕なぜかわかる。はい。 自分のこととを批判されてると思ってる思っだから毎日新聞で取り上げていただいた時もちょっとそのエピソード違うエピソード話したんですけど、はい、あのこれ100冊持って議員会館回ったんですよ。<laughs> すご<い> <laughs> で顔見知りの議員の方からもう全く知らない自民党の先生まで,、はい、でとりあえず配り倒したんですけど、はい、もう自民党の先生はですねもう稲田さん電話かかってきたし。 はい、中,中谷さん直筆の手紙まで頂いた,だいた人とかっていう<ー>まあ下村さんとかもみんな頂い,いたんですけど、はい、立憲民主党の人は全く何にも反応がないという。清美ちゃん一人がなんか口頭で私のことあんまりそれほど批判してなかったやんって言ってたらそう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 。あとはその落合世田谷の落合高之さんなんかは連絡をもらったりとかしたんですけど、はい、割といろいろ一緒に仕事をしてる方が多いのに。 あの本ありがとうすらもないというあの,あのねそれががリベラルが負けけるわけです。ねそう思いましたまあじゃあそんなことで今日はあのまああと1時間15分ぐらい倉本さんの方からお話を頂い,いて、はい、最後にまとめて2 3 0分視聴者の皆さんからの質問も受けたりしながら。はいあの めていこうと思ってますので、今日は、ね、よろしくお願いします。お願いします。あの一応あの毎日ちょろっと話した四、はい、部構成ぐらいで、はい、あの途中もしあれだったら今井さんにチャチャ入れていただけると、はい。じゃあ一つよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。じゃあ、えー、早速、えー、始めていきたいと思うんですが、えー、っとですねまず。 画面共有します。パワーポイントこれをですね、3日連続でやってると、ちょっとずつ変えていかなきゃいけないというつらさがありましたが、共有します。えー、っと、スライドショー。ですね。まず、今日は本当にあの皆さんお忙しい中というか、ですね、土曜日のこの3時という、とってもいい時間にありがとうございます。 まず自己紹介ですけども、えー、1983年あのず、ずっと今も昔も渋谷で育ちました。さっきもマイルドヤンキーなんて言いましたけども、えー、東京渋谷で、えー、生まれまして、今37歳です。であの慶応に行きまして、そこであの皆さんご存知か分かりませんが、小林節先生というですね、えー、小表の憲法学者の先生のゼミに入りまして、当時はあの小林先生しか あのゼミがないといとうですね効果、えー、みんなあの憲法をやりたいとい小林ゼミに行くということになってたんですけども同時に駒村慶吾先生という憲法学者の先生がちょうど助教授で慶応に戻られた時で駒、えー、村先生のゼミと小林先生のゼミにあの2個入るというですねあの二重国籍状態で憲法を学んでいました、まあ、それがきっかけで私あのあの最初は憲法研究者になりたいなと思っていろんな論文を読み漁さったりですね それこそこの今日の話でも多分批判する長谷部先生なんかも大好きで読んで、えー、おりました。で、えー、ただあの、駒村先生にご指導いただいている中でですね、お前ちょっと実務感が見てんじゃないかと、ペ、えー、ラペラしゃべるしということで、あの机に向かっているよりも、外で,でいろんな人とあの対話していった方がいいぞということで、まあ、じゃあ、一念発起して、ロースクールに行ってですね、で、えー、司法試験を受けて弁護士になりました。 でえー、最初はあの雇われ弁護士をやっていたんですけども2年あの雇われた後に独立をしましてで、えー、2014年に自分の弁護士方針 NEXT というのを立ち上げて今代表弁護士をやっておりますで日米連の憲法問題対策本部というところに一応幹事として所属しておりまして、まあ、それがきっかけでですね私がこの政治というか永田町に非常に近いところでこの法律問題を 見ていくようになっったきっかけが2015年の安保法制ですこの日面連の憲法問題対策本部というこの組織の中で食卓、まあ、としてですね、まあ、特殊部隊として安保法制の論点整理をあのやってくれという毎日毎日あの鼻血が出そうになりながら、えー、朝から晩まで安保法制の質疑を聞いてですね論点整理をしてでこの時に えー、ここから先はあの日弁連の仕事とちょっと切り離して我々がもう暴走したっていう感じなんですけど、あのー、いろんな各議員の方々と質問を作ったりとかっていうこともおこれはあの、まあ、独自の仕事としてというかですね、あのー、応用編としてこの安保法制でやりましたで、まあ、そのことがきっかけで、えー、生前退位の特例法とかですね共謀罪とか 入管法改正とかですね、まあ、ずっとただまあ憲法が通争低音で問題意識を持ってやってきたというところであります。で、まあ、あの今回この本を、リベラルの敵はリベラルにありというのを書いたきっかけもですね、あのこれ、第5章が実は一番最初に書けていた原稿で、人の支配から法の支配へと脱皮せよというテーマなんですが、 まあ、憲法論議が日本で非常に党派性に分断されてしまって豊かな議論がされていないなというのを永田町で見ていてですね、でそれはなんでなんだろうということで、本当は憲法を使って権力を統制しようと、われわれの自由をもっともっと最大化しようというべきリベラルな勢力自体が憲法論議を回避しているということに、まあ、ある種のジレンマと憤りを感じて、ですねでそこから始まったということです。じゃあ、ちょっと早速入っていきたいと思うんですが。 えー、せっかくなので、えー、最初は憲法の話から少ししたいと思います、えー。テーマとしては、暗黙の了解と水面下でのルールで動く日本政治と、えー、なぜ、まあ、これあの、安住、えー、立憲民主党の国対委員長とですね、森山自民党の国対委員長、まあ、この2人でいろんなことを決めてるわけですけれども。 果たしてこの国体政治みたいなものとか、まあそれ以外にもいろいろ暗黙のルールとか水面下での交渉っていうのばっかりで日本政治は決まっちゃってるんですけども、それに実はあの憲法が